ックス 200g、 卵が2つ、牛乳 120cc、 今回は豆乳にしてみました、とチョコレートです。まずはボウルに卵と豆乳を入れてよく混ぜます。すごい！そしたらパンケーキミックスを加えてよく混ぜ合わせます。混ざったらこういう袋に移していきます。袋に入れたら生地を端に寄せて、この先っぽをハサミで切ります。